半間家の本家の本物貴族の半間岩先生です。ですね、本物の貴族、私は地球上に私しかいないんですけれども、本物貴族っていうのはね、歴史がものすごく古いんですよ。地球と太陽が生まれる前から存在しましてね。で、いろんな地球上のピラミッドとか遺跡とかあるでしょ。昔の王国とかね、貴族とかね、あれ全部本物じゃないんです、ね、人間たちが勝手に作ったものですね。で、本物貴族、私の場合はね、地球と太陽が生まれる前にね、宇宙戦争でね、 SF でいう石棺という生き返られる装置も発明してまして、ハイテクでね、宇宙戦争で殺されちゃったんですよ。で、生き返られる医療用の装置も破壊されて、生き返られなくなって、地球と太陽を育てて、今の人間から再起してるわけですね。生まれ変わりまして、現在の私となってるわけです。で、本物貴族って全然桁外れて違うんだよ。みんな人間たち作ってるのは偽物なんですね。で、まだ宇宙生物というのはね、人間たちや接してるか接してないか分かんない状態ですよね。いろいろ作り物が多くてね。で、そういうことでね。で、また人間たちが作って主張して本に書いたりしたものでも、上があるとかね、私の方の本物貴族があるとかね、いうのはしばらく様子見るんですね。何万年もね。で、一生懸命なんか作れて一番偉いよっていうふうに気づくんで、そこですごい労働かかるわけですね。その宣伝とか、自分たちの王国はすごいんだ偉いんだろうと。で、上があるわけですね、私の方の。それで500万年後にね、気づいて、何億人も死んで労働して、そういう大気のものを作って広めたのを、私の力で、これは偽物だよと、これを教えるわけですね。1日で壊れてしまう本物貴族、私の方はね、技術とか能力とか歴史をね、教えるわけですね。だから、そういうことして社会負荷をかけるんですね。社会負荷以上のことですね。だから人間たちを温存するわけですね。もうこういう気づく社会、気づいて命名したこと、本にまで書いた。もう何億人もそのための作り事で労働するわけですね。それで何億人も死んで代々気づくわけですね、その嘘。それで本物貴族、私がその、制裁するわけですね、人間たちの悪さを、嘘をね。たった1日で壊れるんですよ。で、私の最近は、私もそういうのでよく伝えるようにして壊してます、嘘をね。そういう制裁装置をして人間をね、ちゃんと正しくしようということでね、やってですね、自分たちのちっちゃなことの歴史をばっかし明記してね、本当の上の大きいその本物貴族とか私の存在とかね、全部隠したり本にしないわけですね。本物はもうどかされるわけですね。ということでね、そういう経済処置という、もう衝撃、まだね、人間聞けないんじゃないですかね。もう病気どころじゃなくてね。という、今、現状を私の方でね、やってるんですね。まあ、宇宙生物でもって人間がこの事実をね、絶対伝えないように力かけてるんで、生物って宇宙全体で生きてるんで、
YouTube でもう本当は人間たちは停止してきてるんですけど、強引にね宇宙生物の力の方が多いんで、正しいね、情報ということで流してます。人間全員はもう完全に拒否してますし、情報をね早く潰せということでねと来てるんだけど、人間よりか強い宇宙生物団体でね、私の方の上映というか情報をね保護してるということですね。人間には誰一人ぶっ壊す、こういう YouTuber はね、テレビはね破棄しようと力はかけて、全力でかけてるということですね。上の力と抑えてる、人間全員が力かけてるということですね。これをよく知っていただきたいですね。経済処置というのはそのこういう方法でやります。裁きますね。大変な大きな人間の損失なんですね、これね。お金ではもう全然無駄なお金を一生涯これを何万年も続けるね、をやってるのを無にしてしまうわけですからね、私の力ね。ということで作り事、実際のことでね行きましょうということでね、潰されますよって簡単にね、嘘のことを歴史作ってたってしょうがないでしょ、教科書にね、ということをちょっとお教えしております。後で大変なことになりますということだね。で、今現在は前のことで経済処置を私がやってますけどね、まだ人間たちは痙攣を起こしていますね、この処置に対してね。私の力、経済処置ですね、歴史上の問題ですね、大きな詐欺